っていうよりもその違う世界の人たちっていう、まあ、ユースの僕たちでもそういう感覚を描くぐらい、まあ、ちょっとかけ離れた存在だったイメージですね。そうだったように、まあ、常にやっぱ目標だったり憧れの立ち位置であり続けないといけないと思うので、夢だったり目標を持ってもらえるような、まあ、そういうサッカー選手であり続けていけたらなと思いますし、そういうサッカー界を、まあ、今後も作っていかないといけないな。